はい、じゃ皆さんこんにちは。というところで、えー、とまあ担当ゼミというところで一応まあ例年、まあ、この時期にやってるものでして、まあ、今年もちょっとやろうかなというところです。で、まあ、ちょっとね今日最初にちょっとだけゼミの話をしてで、まあ、あのちょっと具体的にもうゼミのんですかね内容をやっちゃった方がいいかなというところで,で多分実案をやる機会がいつもないので,で今日も実案についてちょっとあのやってしまおうと思ってます。 ゼミについて若干だけ補足をさせて最初に頂い,いて、まあ、5分か10分ないぐらいで、うん、ちゃっちゃと終わらせて具体的な内容に入っちゃうかなと思うんですけどでゼミの方はまあ例年、あのー、こちらの新宿でやってるんですけれども、えー、とちょっと今,今までと若干 ちょっと毎年やり方変えてるんですけどで今年はちょっとあの講義をまあ厚くしていこうかなと、まあ、理由としてはまあ演習、まあ、演習だけの年もあったんですけどあとまあ担当討論の問題を使ってやったりとかっていう年もあったんですけど今年はちょっとその講義っていうところでなぜ、まあ、かと言ったらまあやっぱりなかなか知識の整理ができてないっていう。 とところがやっぱり一番強いとで結局知識っていうのはあのインプットと皆さんアウトプットはよくやるインプットはあの知らないことを勉強するってことだよねでアウトプットに関しては問題を解くってことなんですけどその知識の整理っていうところを、まあ、やってないとだ結局あの解説読めば分かるんですよでインプットができてるっていうのはどのタイミングかっていうと解説読めば分かるっていうタイミングなんですよ。うん、で解説読んだらあなるほどそうねあだから丸なのね×なのねっていうのがあのそれでもインプットができてる状態。 だから、ほとんどの方が結構もうインプットできてるんですね。割とで、何ができないかっていうと、でも答えは解けない。 問題は間違えるっていうと何が原因かっていうと知識が整理できてないので、まあ、そこの整理をするっていうところをちょっと今年は中心にやっていこうかなというのが、まあ、ちょっとゼミの,あの今年の目標ですねで結構難しいんですよ結構毎年ね終わった後自己効性に聞くんですねインプットとアウトプットどっちが良かったっていうと、まあ、両方言う人がいるんでいやインプットがいっぱいやった方がいいですっていう人といやアウトプットがいいですっていう人もいるんで何とも言えないんですけど、まあ、一応今年はそういう形でやってみようかなということで考えてますでえっ、ー、と一応ですね全部 でまあ、13回というところで、まあ、担当直前まであるので、まあ、学習ペースのペースメーカーとしてはいいかなというところと。 えとあとですねこれもんっていうのをまあ使って最初の方はインプットやっていこうと思ってこれもはだから今日お配りしてるのが実案だけですかねというところで、まあ、こんな形であの私によく入門講座とあのまあ担当ゼミでは使ってるあの教材でして、まあ、あのスマートとかね取ってる方はあのよくご存知だと思いますけど、まあ、十分ごとにまあ担当の足をまとめてると。であの まあえー、と何でしたっけ担当解放か担当解放についてはあのまあサブセットというか、まあ、一部だけ抜粋したのはあれ使ってるんですけど一応古版がこれでして平成14年からですね一応全部のっけてるとで過去問載のってない問題は別に解く必要ないんですけどだから10年以上前っていうのは、まあ、単純に消してないだけなんでだから平成14年とか15年っていうのはあの別に解かなくてもいいですしあと29年の追試の問題が結構厄介なんですよね。 <laughs> あの追試の問題っててにアップされてるでしょ去年あの失敗したやつですよね著作権だけやって返しちゃったっていうかわいそうな2人がいた会が平成29年にあってでその時の問題も一応入れてるんですけどかなり微妙な枝もあるので、まあ、要するに29年の追試と、まあ、平成19年以前については、まあ、別に解かなくてもいいんですけど何でのっけてるかっていうとそれは問題数があることによって条文の重要度が分かるっていうところなんですよ。 だからそこを見てほしい例えば実用新案といえば特有の規定で肉の二とかってあるんですけど肉ののの担当の枝って1個しかないんですよだからここの条文をあの一生懸命やっても実はこれだから平成14年というか1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9追放30だから18年間で1枝しか出てないっていう肉の二は。でこれは相当優先度は低いんですね。 だからその優先度が高い条文からやっぱりしっかりやっていただくっていうことが大事なので、まあ、その判断をするという意味であの昔の問題も削ってないっていうだ少なくとも今の新制度ですかね93年の旧制度以降14年以降の新制度になってからの問題を一応全部のっけてるということになります。であのこれもんは今言ったようにその傾向を見ていただくっていうのと例えば当連とか去問をやって間違えたらあのその条文の去問を一気に復習できるっていうメリットはあるんですね。 例えば実案やって「ああ14条の3間違えちゃった」って言ったら14条の3の去問じゃ全部それだけ拾うってことができるので、まあ、復習がしやすいっていうところがあるので、まあ、私自身はあのこの形式にしてると。でとにかくあの過去問だけ載せることに私意味があると思ってるので過去問以外は載ってないですし逆に過去問は全部載ってると当然同じ論点も繰り返し出てくるんですけどそれによって「ああ品質論点だな」とか「生態公務士事件」とかね もう時報で言えばもうしょっちゅう出てるなとか、まあ、そういうところも学習ができるので、まあ、そういった意味での,あのこれもうのは有効活用で一応「特実遺書」条約も一応あるのか今 PCT もで条約貯付っていう形でお配りしているので、まあ、それでだいぶ、えー、とまず教材としてはそれを有効に使っていただきたいというところですね。であとはは、えーまあ、学習自体は 併、えっと、せてあの課題みたいなのを毎年出してまして担当マラソンっていうのをやってるんですけれども、まあ、一応その範囲に基づいて一応毎週この範囲でやってほしいとで主に下三法ですね指示としてはで下三法に関して、まあ、パリ条約についてはの今週は何ページから何ページをやってくださいっていうところでは出していますのでただその指示はちょっと申し訳ないんですけどあのレックの当然過去文集でまで、あ、レックではあるので,であの例年ですねあの、まあ、ちょっと担当ゼミで直前ということであの他社さん のまあ講座を出られている方それは全然構わないんですけどただ他社の過去問集で言われてもあのちょっと私の方でもわからないっていうところがありますのでちょっとまあ少なくともレックの担当過去問集での指示にはなってしまいますのでまあそれはあのレックの講座ですからちょっとご了承いただきたいなというところですね。はい で、えー、とあとはですねお話したいのはそそうそう帰れませんだで帰れませんっていうのを、まあ、私の講座を出たことがある方はあの十分に嫌というほど知ってると思うんですけれども一応、まあ、あの9時までの講義がありまして、えー、9時が終わった後にですね、まあ、15問から20問ぐらいですかね 15問,問から20問ぐらいの問題をちょっと毎回配るとでそれを解いて最後書いてもらうと、まあ、当然4時から時は別にそのまま書いていただいても結構ですし、まあ、そこは任意なんですけれどもであの「帰れません」に関してはこれんでこれをやるのかっていうとこれやり方は簡単で15問ぐらいの問題をまあお配りして。 で問題を解いてもらってで持ってきてもらってで私が見ていいくつ間違えてるかしかし言わないんですよこれまあ、ね、出てる方も十分説明の嫌というほど知ってると思いますけどで、まあ、要するに2つ違うとか1つ違うって言ってそれを見直してもらってるんですねだどこが違うか言わないっていう。で担当の過去問で怖いのはあの何かというと多分「丸って答えてあのですか、ね、正解しちゃうとそれで終わるんですよもうああよかったよかったっていう形で。 で本当に「丸なのかどうかっていう確認ができないっていうのがこれ自分の勉強の限界なんですね。で結構間違いが2つ違うよというとあじゃあやっぱり×だったんだっていうことで本当は丸ってね合ってるのに×に直したりするんですね。ということはその間って実は分かってないんですよ。で問ですけどあの本になると実は間違えちゃう。で,なんで本で間違えちゃうかっていうと本詞ってすごく慎重になるんですよねこれは。 でよくあの自分の講座なんかで言うんですけどあの幅1メートルぐらい幅1メートルぐらいの棒を、まあ、例えば歩くとで高さ1 0ンチぐらいね高さ1 0ンチぐらいの幅1メートルの道をあの歩いてくださいってっ別に普通に歩けるじゃないで走っても別に歩けるんだけどそれがさ急に高さ1 0ルの棒になったら無理じゃないやっぱり同じ幅1メートルでもね高さ1 0ルのとこで下コンクリートでさ「はい歩いてください」って言ってもさ,さ風が吹いてませんって言ってもさほとんどもう怪獣の世界ですよね <laughs> あのもうまずいっていうそんなのは歩けないですよ でそれがまさに過去問も一緒であの家で解く過去問とか通れんてえいや丸えいやってできるんですよあ多分これ×だったよねとか、まあ、常にあるから×でいいやみたいな感じのできるんだけど本紙ってそこができないんですよ結構慎重になっちゃうんでだそうするとあのどんなに模試で真剣にやると言っても難しいじゃないそこまでしてシビアにやらないのでだからやっぱり考えすぎて間違えるんですね本番でだそれがまあ分かってないところなんですよ。でそれれをあぶ,しあぶり出すののがえませんの目標で 多分そのやり方じゃなきゃ多分そのあぶり出しができないっていうところがあるので、まあ、自分でああ結構やっぱり正確にできてないなっていうところを認識していただきたいという形ですねまあまあ15枝ですから、まあ、早ければねあの持ってきて10分ぐらいで終わればいいんですけど、まあ、あの終わらないと本当にあの9時半とか、まあ、一応さすがに10時は超えないようにしてるんですけど、うんまあ、あのかなり遅くなってしまうので一応そんな形ですねで帰れませんの範囲は、えー、と一応まあ写真に言っときますけどあの一応何ですかね一周ずらそうと思ってますんで。 だから最初の1週目のところはやらないと1週目だけやらないです帰れませんであの2週目以降はあの前回ですかね特許を実用支援法1位の内容をあのここでやるって帰れません、まあ、ちょうどそれで復習をしてあの随時帰れませんで確認をしていくってことができるようにはしようかなというふうに思ってます 一応最後に演習会を設けてはいるんですけどもしかしたらちょっとこれが侵食しちゃうかもしれないですねちょっとあのこっちのインプットを重視していこうと思うのでちょっとずれちゃったら申し訳ないんですけど演習会2回ぐらいに減っちゃうかもしれないですけど、うん、ただまあ,あの一応なんですかね、まあ、著作と布教法はもうあこれはちょっとインプットだけにもいかないので多分問題解いていただくしかないかなというふうにはあの考えていますと。 いうことですねで、えー、と講義のスタイルとしては、まあ、今日ちょっとやっていきますけど、まあ、ちょっと条文についてのポイントをどんどん聞いていくという形をとっていこうと思ってますでできれば担当ゼミで間違いまくって欲しいといで私自身はあの間違えていただくことがあの大事だと思っていてあの正しいことを聞きたいんじゃないんですよこっちは。時 <laughs> 々あ,あれなんですけどあの当てて聞いてる時って基本的には間違えそうなことを聞いてるんで。 あえてそこで間違えてほしい結構ね、あのーまあ、それで答えられるとこっちも悔しいところがあって「あ答えられちゃったな」みたいな感じで,、うんでまあ、何回か当ててると「ああまあこの人はちょっとできるな」と思うとわざと難しい質問をぶつけるんですけどそこでも答えると、うん、なんかぼちっと問題考えなきゃなみたいな形で思って「あのいいんですよ間違えていただくのは」で間違えてこそ、ね、あ失敗したと思って勉強になるんで、ね、簡単なこと聞いてさ「先、ね、生権何条ですか79条です」「はいその通り」ってさそんな勉強にならないですから。 ね、だからそういった意味ではあのどん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 間違えて間違えたのは恥ずかしくないんですよ、ね結構。だってさ他の人がよくねこれ間違えて恥ずかしいと思う人いるんですけどあの逆を考えたらさ他の人が答えて間違えてるのを見てさあいつおかしいよねと思わないでしょ普通 <laughs> はそんなこと思わないですよ誰も思ってないんでだからまあそれはあの間違えていただくのがいいかなと思ってますので一応質疑応答ですねあの形式でやっていこうかなと思います。であとは欠席がまあちょっと、ね、土曜日ちょっと毎回夜ですから さすがにちょっとすみません半分以上出れないってなっちゃうと多分ゼミってあまり効果なくなっちゃうのでやっぱり質疑応答していろいろ話をしてってところになってくると思いますけれどもまあ,あのお休みされる回が何回かはあると思いますので一応なんかちょっとなかなかまあ新宿の関係で収録は難しいのであの自分自身はあの自分のゼミって IC レコーダーで音声は撮ってるんでまあ今日も撮ってるんですけど多分まあ今日来てないっていう人いるんであのまあ今日はガイダンス扱いなんで一応まあ休んだ時はあのメールで連絡をくれればあの音声データはあのお渡ししますんで。 一応まあそれでフォローをかけていただければあのよろしいかなという形です一応休んだ時だけになりますけどねあのご連絡いただければと思いますあとはまあメールっていうところであればまあ直前ではあるので、まあ、ちょっとんですかね例えば次回のゼミですかね例えば2月9日のゼミがあって、まあ、次回までにあのメールかツイッターでご質問いただければ、まあ、そのゼミのところでは回答するようにしようかなということでは考えてますので、まあ、そんな形リアルタイムにあのどんどんと進めていただければと思います。 はい、という形ですかね、まあ、大体まあゼミに関してはそんな形で、えーとまあ、直前ではあるんですけれども、まあ、楽しんでやるというのが結構私の講座のコンセプトではあるのでいつも、うん、やっぱりね、えー、といろいろと大変だと思いますから、まあ、頑張ってやっていきましょうというところです。